っていうので歌うたいなと。リズム取りながらタイミングよく振るのもビート力を向上するならゲットラインバット、飛距離を伸ばしたいならヘッドランバット、手に取って変わりましょう。どうもミラルマンです。はい、ということで始まりました。小学生にね言ってもらうのはもう初めてです。でもね、なんで言ってもらったかって言ったら、見てくださいよ、真冬よ今。真冬ダウン着てますからね。はい、半袖半袖。ちょっと自己紹介いこうか。5年生の増田聖馬です。聖馬、はい。チームは白鷺ネクサスです。出ました、またあの和さんのね同級生ですよ。セイマ来てくれたんですけども、セイマもうちょっとバッティング変えていきましょう。はい、いいですか。はい、あのなんでさ半袖半ズボンなの。寒いっていうのないの。ないです。ないか。気のせいか。すごいよ。でもね、俺らの時もおって。まあおる、大体学年一人おる。大体学年一人。多分その撮ってるあのひなりって言うんやけど、ひなりも多分半袖半ズボンぐらいの感じだったと思う。いや、まあまあまあ、かちょっと似てるやん、セイマとひなり。まあまあ、メガネやな。いや、まあ、ちょっとあの頑張ろうか。はい、よし、バッティングなんか悩みやろか。体が開いちゃう。開いちゃう、なるほど。開くの他に突っ込む。OK です。開く、突っ込む、了解です。ちょっとスイング見て、はい、T がいいか OT がいいかちょっと選ぶんで、はい、まずちょっと素振りしましょう。はい、OK ですか。はい、よし、そんな感じで頑張るぞ。あっ。おお、なんかいいよ。スイングやんか。また実は今日ね2試合やってきたみたいなんですよ。めっちゃいいスイングしてるじゃないですか。ヒットなしです。なしです。でもな、あのそういう時もあるから覚えておいてほしい。セーブね。バッティングは開くもんね。ボール見たらまだ体にあんまりこうまだ力がないから力強く打とうと思って突っ込むもんや。だからそれを逆に武器にしてなかった。その開きにもこう今すぐ振り取ったら全然自分の間で打ったら開きって少ないってことは、自分の間で打つことがすごい大切で、自分の間で打とうと思ったら一番大事なのがタイミングや。タイミング取るとき、ボール見てるときこう、うまくどっか動いてる。そこが問題ですわ。セイマね、歌好きか。歌好き、歌、はい、好きか、はい、そう、多分好きそうな感じやね、見てる感じな。ピッチャーはこうやって動き始めないと俺らどうしようで見えるバッターで、ボール投げていってから打てるから、セイマはボール振る前からちょっとリズム感取った方がよかった。リズム取りながらタイミングよく振ることが大切です。OK ですか。はい、よし、ちょっと構えて。セイマ硬いな。それあの寒すぎて震えてるだけやわ。構えてみて、セイマ。大きくこうやって揺れてる。前足ちょっとこうやって浮かしながら。そう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 。こうやって。そう、こんな感じでタイミング取りながらスイング。そうそう、こんな感じでいいかな。歌歌いながら素振りするような感じの方が一番いい。バッティングでリズムがいい。 OK ですか。はい、ごめんなさい。好きな歌歌いながら好きな歌歌いながらこう歌が困ってます。はいよ、セイマ、はい、止めて。そう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 、そう、そう、何の歌なんだな。行くで、はい。そう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 、リズム乗ってきて乗ってきてる。まず、素振りから変えた方がいいよ。何でもいいから、なんかこう、リズムに乗りながらスイングするっていうことをまず絶対やる。こっからが、今の真面目に教えてたんですけども、もっと真面目に教えますね、こっから。バットね、めっちゃ短い。 OK で、手伸ばしてみる。これギリギリ当たらんぐらいですね。こんぐらい。ちょっと開いちゃう子とかはこんな感じでギリギリ当たらんぐらい持つ。でもね、この辺ちょっとショートの頭ぐらい。だからね、ボールターン、リズム、リズム、リズム、でもリズム、そう、そう、リズム、リズム、いいで、これが今ちょっとこっち行ったよ。これを
で、最後まで振り切っていい。はい、最後OK さん、グッと引いて、あー、そうそう、まあ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 、まだまだセーフ。ただ、これがね、なんでこうやって短く持ってるかって言ったら、開く選手って、テーマのセーフ最初見たら、こっからね、すごいこうやってめっちゃ窮屈に振る。で、これ窮屈に振ると、なんであかんかって言ったら、窮屈に振るってことは、こう開きって絶対速くなっちゃうから、これ長持ったら、こうやって当たるやろ、ここに。だから、ちゃんと手がパーンと伸びないと、いいスイングできひんねん。だから、わざと短くなるんです。そう、リズム乗って、引っ張れ、ショートの頭で。そう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 、オッケーオッケー、ナイス。最後は、全部手離してもいいし。はい。手離せね。落ち取りましたよね。はい、OK、 はい、はい、行きましょう。そう、リズム乗って、引いて、あー、ちょっとまだ先やな、セーマまだちょっと先や、これ死んで30巻飛ばす。はい、いいよ、あったかなっていいだやろ、セーマ、そろそろ半袖半袖、おお、そう、そうそうそう、OK、もう一丁、いいですね、早く見てよ。おお。もうちょっと。そう。で、線を振るとき、バットでもいいから、ここにバットを振る。三流線の方向に。OK。三流線の方向に、このグリップを持ってくれる。OK。そっから。こういう形が取れとったらもう完璧。でも最初のセーマのスイングってこうならへん、こんな感じになってるわ絶対最初。これがピーンってまっすぐなるように。そう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 、めちゃくちゃいいやん、めちゃいいないですか。はい、引いて、そうで長く今の振り方合わせたら、これ長く持ってもスイング一緒。はい、OK、よし、全く一緒ない。見て、そう、ちょっともうちょいこっち一緒。はい、長く持っても一緒だね。はい、さあ、見て、そう、そう、完璧、だいぶ良かった今。そう、はい、見て、鳥肌も引きました、やっぱり打っとったら。で、あのセーマね、チームでロングティーはするんかな。します、するね。はい、その時に長持ってる、短持ってる、長持ってるやろ、短持って振ったことある。これね、短持って振った方がいいよ。バットって言ったら長いやろ、長いから遠心力使えなきゃ当たり前やで、飛ぶのは当たり前やけど、バットをこのくらい短く持ってロングティーしたら止まらさそうやろ。でも短持ってロンティー飛ばせるからバットの使い方めっちゃいい。大阪桐蔭高校ってだって短く持って打つことも結構多い。みんな長持ってバーンと振るけど、ちょっと短く持って遠くに飛ばす練習をいっぱいする。だから聖馬が大人になった時に、いや中学生ぐらいの時に短く持ったら 90m 飛ばすだったらもうプロ。はい、聖馬ね、今日言われたこと絶対覚えてください。はい、まず何言われたわ。バットを短く持ってます。何や、そう、そう、開かないためやな。開かないためにバットを短く持つ。で、どこ振ってたの、場所は、コースは。アウトコース。アウトコースをどっちに向かって振る。ショート。そうやね、これみんな流せって言うやろ。じゃあショートでいい。短く持った場合はショートでいい。長く持った場合は、まあ、逆方向打った方がいいけど、今のセーマ多分ちょっと当てにいっちゃう傾向があるんで、しっかりと短く持ってアウトコースの球も引っ張る。そうしたら引っ張れるってことはちゃんと顔が残ってヘッドがパーン走ってる証拠なんだよ。はい、あとはもうリズム感、歌を歌いながら素振り。はい、今度の練習行ったらおしゃーす言うて歌を歌いながらね。今うんって言ったんだね。監督見てますか。あの歌を歌いながら打ちますよ。そんな感じで今日はね、セーマに来てもらったら
活躍楽しみにしてるので、僕もちょっと暇あったら見に行こうと思うので、頑張ってください。はい。いいですか。はい。はい。ということで、本日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。日本最大級オンライン動画指導開講中です。野球塾の生徒も募集中です。野球ギアも絶賛発売中です。女子野球チームアメージングも募集してます。